はい、じゃあ全国800万人のストリートファイターファンの皆様、どうもこんばんは。今日は、スーパーストリートファイターカーニバル第12戦目、燃えろジャスティス学園大会となっておりますがね、ハロウィンでみんな浮かれてる時にね、こんなに集まってくれてね、ありがとうございます。もうね、俺らコスプレとかそういうふざけんなと、生ぬるいことやってられない。来年はスーツ着用で、いいですか、はい、ハロウィンの日ね、集まってください、はいはい、スーツ着一番怖いのは誰か決めます、そこでね。じゃあ皆さん来年お楽しみにということで、とりあえず燃えろジャスティス学園大会始めたいと思います。ワンピー側が、R 石くん、ツーピーがチキン、じゃあ始めろ。パルキチがワンピー、パルキチがワンピー、あ、パルキチがワンピー、菊蔵ツーピー、あ、菊蔵ツーピー、こっちか、映してんの奥でした、ごめんなさい。ワンピー側パルキチ、ツーピー側菊蔵、これもうパルキチ死にましたね、これね。先に言うなっていう、大丈夫だと、いけるいけると自分を鼓舞してるパルキチさん、ワンピー側、次が効くぞ、完全燃焼だっけ、え、決まった、当然だぜ。さあ、どこにもカボチャ感、幽霊感のない、ハロウィンならではの、モイロジャスティス学園となっておりますけれどもね。さあ、浮かして、さあ、まだお前ノーダメージやよ。さあさあ、フルコンつないで、パルキチ、勝利こすとけ、勝利、あ、割られた。ダメだ、日本選手効くぞ。いや、ハロウィン感がないですね、全然ない。さあ2ラウンド目、さあ飛び道具の試合から、バーニングパス、両者ともに同キャラ。さあここは飛び一発だけ当てて、ひとまず離れる。さあ菊蔵選手のエリアルが決まる。さあ完全燃焼アタック、サンク。さあ一旦離れて、大丈夫だパルクシー、勝利を越すとき平気で、あ、なんだそれ。お前こすりにも程があるだろ今のは。あー死ぬ、出発、トミドーグジャンプで受ける。さあ距離を取る、あ、うまいですね菊蔵選手、ナイスな球の当て方。さあここは足払いからの連続技、死んだか、死んだ、勝ったな菊蔵、お見事。じゃあ次の試合だ、な、誰だ、ゲームオーバー、チキンがそっち勝ちましたか。うん、麦牛さんと白松くんが奥で、じゃあ、あの2代目です、それ2代目。コンちゃんとボンさん、じゃあ手前でお願いします。熱唱どうなったんですかね、ラッキーゾーンでしたよ今日は。なんと、はい、分かった、白次郎くんとひまじくん、ラッキーゾーンで試合の準備をお願いします。じゃあワンピー側が、麦牛くん、ツーピー側白松、じゃあ試合の方お願いします。そうそう、それで大丈夫です。ワンピー側麦牛、ツーピー側白松、残念ながら勝っちゃいました。勝ってますか、すいません、見えないところで、勝ってきた。なんか足骨折したらしいですけど、なんか不穏な噂流れてる。あ、すいません、ちょっと高いお風呂行ってた。お前どんなこと、どうやって風俗で足折るんだお前。なに、いや、それはまあ噂ですからね、噂がね、噂ですからね、本当のことは分からないけどね、誰かな、誰かなみたいなね。というわけでバーニングバツ対エッジとなっておりますけれども、これどっちが高いお風呂なんですかね、関係ないです。これ相当プレー内容的には両方濃厚ですね。濃厚ですか、いろいろオプションでね、今ね5000円足したり、ね、3000円足したりして、いろんなねプレーを楽しめるようになってるらしいんですが、ちょっとね、あの時間的に怪しかったので、ね、はいはい、急ぎすぎてしまったかな。なるほど、そしてゆえに骨折と。何やってんだっていうね。さあ、白松くんがその間に、あっ、分かんない分かんない分かんない、まだ高い、あ、高い、安いじゃない、安いじゃない、高い。白松一歩選手、さあ、2ラウンド目、ミキルさん、あ、女性プレイヤーだ、第2戦バーニングバツ、そしてパワードアキラ。パワードアキラは何が違うんですか。パワードアキラはそうですね、火力が若干普通のアキラに比べて、はい、高いというところがあるんで。なるほど、そこをうまく、おダメですね、練習不足ですね。当たってなかった、大丈夫ですか。
浮かしただけで繋がってない。今の安いお風呂です。安いお風呂でしたね。あ、2万円台のね。2万円台4時50が出てくるような。中級ですね。中級、中級なのか。さあ打っていく。下には下がありますからね。さあ8発。おう、裏うまいですね。もっと拾えない。さあここで、さあ、ああ、これは距離を取るか。あー、カウンター。白松勝利、おめでとう。いや、初級も何でもいいんだったら7000円とかだ。そうですね、ありますよ。何でもいいんだったら6000円とかあるよ。だから、もし気になったら、ババの駅前行ってね、はい、3000円つって言ってくれ。3000円3000円で何ができるんですかつって言ってあげてくれればいいと思う。じゃあ、誰、それがし、それがしと岩倉さん、じゃあお願いします。それがし岩倉、はい、空いた台へ。ああ、昨日に、ああ、一昨日肉食ったおかげでね、治りましたか。よくなりました。じゃあ、ワンピーがそれがし、ツービーが岩倉、じゃあ試合の方お願いします。いやー、もう折れた時はどうなるかと思いました。本当にね、風俗でどうやったら足が折れるのかよくわからないですけれどもね。風俗とか言っちゃう。いや。さあ、それがしくワンピー、お、それがしく風俗っぽいですね。帰りかな、帰りかな。ババラムネエンテラッキーゾーンで試合の方お願いします。はい。さあ、お、これはロリキャラ対黒タイツといった様相でしょうか。さあ、ワンピーがそれがし、ツービーがヤクラ。それがしさん、昨日珍しく味方来てて、あ、どうしたんですかって言ったら、いや、もう一度強いに行きましたと思ったら、早速いや、強い行動を教えてほしい。なるほどね。強い行動を教えてくれると。強いキャラを、うん、この保険の先生はすごいですね。シュミット式バックフリーカーが使えるんですね。恐ろしい。いや、私もこういう人が出てくれると思ってね、言ったんですけども。ダメでしたか。残念ながら。残念ながらちょっとね。まあ、一定以上の、ニーズがあるこの黒タイツ。黒タイツ、ね、そうですね。どうしてもね、こういうニーズがある。まあ、右のロリもね、一定以上のロリ。一定以上のニーズあるんですけど。2杯と呼ばれるこのね、しましまの派手な。タイツになっておりますけど、でアンダースコートフェチがいるかも。そうですね、アンダースコートフェチがね、燃えるというところでしょうか。さあ投げていく、まだ分からないよ。さあ、おっと、体力、おっ、あー、長飛が、あー、長飛が入った。いやー、リングレ、こういうのやったからお前足折れたんだろ。そういう店じゃねえから。いやちょっと気持ちよかったんで。それがし一歩選手、これで降りました。これで降りました。私はこれでやりました。はい、そうですね、これで儲けました、ね、まずそれがし一歩選手、折れないと気持ちよくない。そうですね、折れすぎて気持ちよくなっちゃったね。テンション上がっちゃった。まさかこういったプレーが今繰り広げられてるんですね。流行ってる、流行りですから、まさかのサブミッション。サブミッション、マットの上でサブミッションですからね。おっと、ここかかと落としていないスガード、あと、あ、これはまたコンパ下がる。おー、それがしやってるのか、練習してる。しっかり8発決めていく。昨日1日だけで相当できるようになりました、ね、なりましたね。昨日1日しかやってるよ、こいつ。あったにも、そうです、舐めてんのか。さあ蹴り上げる、もうパンツ見えましたね。パンツ、これおパンツ、おパンツ、ひきょー。さあ食い止められるか、大丈夫か。あーっと返した。いいよ、危ない危ない。さあ友情パワーがガードされて、バラしてガード。そう、でもって話し合い、話し合い見たか、これがパラシアだ。これがパラシ、それがさ、パラシアのキャラじゃなかったはずなんですけどね。あ、裏もある、ちゃんとジャックパンチ読んでいく。ワン、ツー、スリー、3発、4発。ああ、つらってねえや。そんで、それで炎の2段、炎の2段来ましたね、久しぶりに。男の2段、男の2段来ましたね。これはスライディング、これ初でしょ、初、炎の2発が。さあ、ワン、ツー、スリー、しっかりガード。あ、でも意外といい勝負ですね、これね。多いですね、これ体力的には。誰だ、18号選手と豚肉トマト選手、じゃあ手前で試合の方お願いします。さあ一発圏内だよ、岩倉選手大ピンチ。保健室、保健室型バチラ、うひょ。じゃあ次ガロボートチキンいきますか。じゃあガロボーチキン、グラガ、グラガ、グラガ、グラチキン、グラチキン。これラッキーゾーンにしようかと言われてたカードですね。そうですね、端っこの方でやってもらおうかなと思ったんですけど、残念ながら映ることになってしまいました。じゃあグラ、ワンピー、ツーピー、チキン、じゃあ試合の方お願いします。タイミングよくね、来てしまったので、もう決勝戦みたいなもんなんでね。さあ一応映しましょうということで。さあワンピーがグラ、ツーピーがチキン。グラ選手といえば萌えジャスを愛して、家族を捨てる、家族を捨てたということで、家族を捨て、萌えジャスアイス、熱き萌えジャスプレイヤーグラ、ワンピーガーへ。
ズビがチキン、チキンは今日はテリー・ボガード。さあこれいい勝負になりそうですね。そうですね。さあまずは腕立て伏せを強要していく。こういうプレーもあるんですね。こういう結末しないで攻めるプレー、ね、2丁目にあるのかもしれませんね。もしかしたらあるかもしれない。赤ジャージはオプションですかね。さあラクテケもう一回だ。ほらほらほら、しないプレーは完全オプション、完全オプションしないプレー。これはちょっと高いですよ。はぁーどうは、これはパワーチャージからの色付けようとするから、ワンツーパワーチャージ、ワンツーパワーチャージ、パワーチャージ、サマです。さあバーンナックル昇竜連覇、バーンナックル昇竜連覇、そのまなし。さあ食い止められるか、いけるのか、いけるのか、あー成功した、うまいぞ。ロイが一発けね、チキン。さあパワーウェーブ、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 おーっとタックルからの置き攻め、からの昇竜連覇からの、あーなかった、あー危ない。あのワンミスから一気にここまで減りました、ね、ここまで減りました、ね、大丈夫ですか、こんなに逆転性高いゲームでしたっけ。やっぱほらーバーンナックル、チキンがまず一歩選手、認めたくないもの、やはりこういうプレーは拒否していく。いや拒否しましたね、さすがチキン。さあグラ、ここは絶対に負けられない。2ラウンド目頑張ってほしい。今日はオプションでね、赤ジャージしないとつけてますからね。赤ジャージしないね、攻められる。あーっとゲイザーからの、いや返す返す、おっとこれは遠かった。さあ差し合いを制するのはどちら。ダッシュでしっかりやって、ワンパンワンパン、しゃがみガード落ち着いてる。じゃあ裏からチャーバーチャージ、サマー昇竜、バーチャージからのタックルからの、あうまいですね、サンキュー。あーっと離した、入ってしまった、神竜拳。さあ置き攻め、さあここからですよ、蹴り蹴り、グラさん、グラさん、さあ体力同じぐらいだよ。さあグラじっくりじっくり、ゲイザーワンパンワンパン、刻んでいく、空中ガードパワーチャージ、ナイスガードしていく。相手はあの指不詳中のチキンさんですからね。そうです、あそうですね、チキンなんかあいつも職場で指を折るというわけだ折ってないのか、今のチャンス、今のチャンス、お前プログラマー、プログラマーが指を折っちゃダメだろ。いやもう私はなんかあいつのツイート面白いで、気合のエンターボタンみたいな、気合のエンターボタン何をやった、うわっ、おりゃーミシン伝説の一手みたいな、伝説のエンター、で突き呼びしてるってよくわからない。あーあーこれはなあれどうでしょう、あ動揺してる、資金動揺してるのか、いちいち4ボタンありますけど、どれかがエンターかもしれない。そうですね、あそうか、負傷してるのを隠してたわけですねそうか、外野やばいぞ。いや、私はあの書いてあった情報をそのまま皆さんにお伝えしてるだけですから、ね、しっかりお伝えしてるだけなんです、ね、だけです、ね、情報社会なので、情報社会です、情報化社会、ネット社会ですからしょうがないですね。さあ昇竜連覇、まずは開幕リードしていくチキン。さあもう6割減ってる何よ、あーっと危ない、裏からワンツー、そんでもって腕立て、鉄バット足か指かまでありますよね。もう骨折ブーム、大の骨折ブーム、今ミカド骨折ブームですからね骨折った人はね、ぜひあの僕に報告してください。あのよかったら手紙もね、色付けでミカド受験簿で発表しますから。危ない危ない、下手から骨折大会あるのか骨折り合うみたいな、折り合う、どっちが俺3本折ったんだよねみたいなワンツーからの、あれこれやばいんじゃない、まだ生きてるか、残ってるのか、チキンの体力残ってた。さあ折れるのはチキンさんの指か、それかグラスの心か、あこれワンチャンス食い止められないと、あ成功、熱い勝負。さあどうだろう、どうすんの、どうすんの、どうすんの、腕立てか、腕立て、腕立て、腕折るのか、腕折る、あーバーナクル勝ったな、チキンテリボガード見事勝利、負け犬ってやつだじゃあ次だ、ゲームオーバー。じゃあレシオとなる、じゃああのブラストで、あ、はい、手前、あ、じゃあ行ってきます、コンちゃんと、シンゴ手前で、じゃあお願いします。ラッキーゾーンでガロボーを聞くぞ。はい、じゃあガロボーと聞くぞ、ラッキーゾーンで試合の方お願いします。さあもう一人の、優勝候補であるレシオくん、ナルと激突、ワンピガーナル、ツーピガーレシオ、じゃあ試合の方お願いします。さあ今日はナルはあのクソムーブを見せてくれるんでしょうか、注目していきたいところ。それに対し現在、風俗で足を負傷したとの噂が回るレシオとなっておりますが、さあ本当のことはわからないですけどね、
その辺は三日月事件簿でしっかり、お伝えしたいかなと思っておりますが、さあでも来月の三日月事件簿、次だ今日はギリギリ10月でした、ハロウィンでした。さあ棺桶は用意したか、できるんですよ、ランキングに入るんですよ、ランキングに入る可能性があると。さあ京介対ロイ、さあ今日は大人げなく、足の負傷がありますからね、大人げなく行くのか、レシオ、あ、リードした、リードした途端これですよ。さあ京介の空中浮遊、勝った、距離取る、避ける、さあ空中浮遊成功、さあこのまま逃げるか、あのあーやばい、お前逆転されちゃダメよ、ワンツーセブンと殴っていく、あっカウンターからの、いやミスんねえな、新昇竜じゃねえや、昇竜でバッ裏回る、ここは一旦距離取る、京介体力ないのにあえての空中浮遊、さあ体力ないのになぜやるんだと、試合が長引くぞ。これ相手が予策とかだとね、結構重要なテクニックなんですよね、終電がなくなるっていうね、時間がなくなることですね、長時間試合をすることになって、やべえ帰んなきゃっていうところまで持っていく話題が駆け引きになっていると。さあ飛び込むが、レシオ足の負傷は大丈夫か、そのダウン行ってやがる、これレシオなんかないの返し技、地面にお前潜るとかさ、なんか、あ、なんだそれ、投げた、うまい、普通に投げた、一歩選手レシオ、まあ、負けて浮くのがなるですからね。さあまず一歩ですね、しようさあここで第5にキャラ替え、さあここは京介は変わらず、さあワンツー殴っていく、腹パンからおリードした、これはあるぞ、あるぞ、 ありますね、これいいですね、いいですね、いいですね、これやっぱ世界大会待ったなし、モイジャスジャスティス学園、さあなるが、なるが遥か上空で高みの見物をしている、ほら追いついてみろと俺様に、あはあ、あ同じレイヤーに、あーいや惜しかったですね、今幕空間に引きずり込んだんですけどね。そしてジャーマン惜しいですね、なぜお前がここにみたいな感じで、非常に熱い勝負、最後見せていくか、さあ体力リード、投げ抜けが、投げ抜けやると同じレイヤーに行く、そうですね、あージャーマンすごいな、どんなジャーマンだよお前それ、何メートル離れてんだよっていうね。さあ完全燃焼アタック、7発当たっていく、さあまだ勝ってる、まだ勝ってる、まだいける、もういける、どうだ、あー投げた、あこれで逆転、これで逆転、さあなる、クルージングです、クルージングの盾、あはなぜか投げているさあここでワンパン、距離を取る、はめられても大丈夫というところを見せたいが、消費が決まる、大悟体力まくれるか、空洞勝利降りてきやがった、さあワンツーから、赤あと10秒あと10秒、飛び道具ガードして、さあ京介逃げの体勢に入るか、いや入れない、そしてバナス、あこれは逃げ切るのか、あっ出たけどどうだ、京介一歩取り返す、じゃあラッキーゾーン発それがしババラムネ、はい、じゃあそれがしくとババラムネ、ラッキーゾーンで試合の方お願いします。さあ駆け引きに組み込まれる空中浮遊、さあ早速まだ減らしてないから意味ないじゃないか、さあエッジが当てていく、レシオ有識者枠としてこのふざけたプレーを一矢報いたいところだが、モエロジャスティス学園をダメにした、あーうまい、ブレンバーサーワンツーからカウンター浮かして連続技ミスない、素晴らしいでしょ、90全く負傷を感じさせないプレーじゃあ足だ、手前がマグロとシラマツ、マグロシラマツ手前で試合の方お願いします。一体どんな高級店へ行ったんだ、レシオ、あ投げた、すげえ勝ったのはレシオ、さすがだね、なんか文句あんのか、じゃあ白次郎微分、白次郎とじゃあ微分さんお願いします。来年のね、31日、ハロウィンの日もね、モエジャスやりましょうね、全員ねスーツ着用ですからね、いいですね、忘れないように、コスプレなんて浮かれたことやってない、何が仮装パーティーやバカって、何がトリックはトリートだよお前、何言ってんだよ、トリートメントかお前、バカらしいっていう、なので皆さんスーツでお願いします。
しっかりね、しっかりネクタイをビシッと決めてね、あの小物、あのセカンドバッグ、サングラスもういくらでも使っていいんで怖い人間を決めます。いいですね、来年ね、忘れないように、ね、忘れるんで教えてくださいね、その時期から。オールバックでしっかりビシッと、ね、オールバックでビシッと決めてください。ポマードで決めてください。ワックスダメ、ポマードでお願いします。それからアイパー、アイパー、そうですね、パーマ系ですね。パンチか、ワンピガー博士のツーピガー微分、じゃあ試合の方お願いします。俺ベブンさんもらしくないキャラクター、ハヤト、お、あ、らしくないですね。らしくないですね。あ、ミモさん好きなブルマがありますか。いや、もう迷路界上等ですよ。もうどんどん来いよと。ああ、そう、もう東京の怖いやつをね、もう戦いますから僕ら。あ、じゃあちょっとボタンメンテしますね。手前台。さあ、バーニングバス。はい、まずはアビジロ。ここは体力大幅リード。さあ、ビブンさん、まだ一矢報いてないぞ。ケツバットはどこか。確かにお兄さんだったら以前行くかもしれないね。あと俺のドラムのメンバーで、あの MMDS ってやつがいるんで、あれ怖えぞ、半端じゃねえぞあいつ、あれはちょっと怖いですね、すげえ怖いからな。オイジャス大会と仮想パーティーがね、一緒にやりますからね。あれはパーティーですよ、あれはプロだぞ。ゴマオツの作曲者だけど、さあザグってくる、まあ我々はプロなの。そっちの方もプロがいるっていう。アイランドさん、高専レオさんもかなり、そうですね、なかなかいい、なかなかのプロですね。ハイレベルです、ハイレベルです。皆さんスーツは下に取って、ガロボーのスーツは俺が下ってます。あのポストかガロボーかってぐらい、あのルパン三世みたいな真っ赤なやつ、真っ赤なやつ、ええ、それがあの金色の、そうですね、蝶ネクタイ、蝶ネクタイのね。それでは歌っていただきましょう。それでは歌っていただきましょう。オキボンド的な、オキボンド。さあ、あれどっちだ、どっちだ、あれビブさんが勝っている、まずでしょう、ビブさんが勝っている。あああ、いいですね。やっと、やっとブルマが出てきました。やっとブルマ出てきましたね。さあ、一定以上のファンが昔から多いブルマ。しかし、このブルマ弱いんですよね、キャラクター的に、ね、そうですね、残念ながらちょっとビブンさんのご期待には添えない。そうですね、だからビブンさんの頑張りに期待してる。それに対して、ヒナタ。これも割と弱い方のキャラクターですね。下から数えた方が早いですね、そうですね、このキャラクター。せっかく可愛い女の子が揃ってるのに、なんかみんな弱い。そうです、残念な感じになる。この女性キャラに上があんまりいない。さあ、ブルマかパンチラか、勝つはどっちだ。あー、うまい。まずはパンツが相当押してますね。まずはパンツが押した。ブルマ、ブルマ負けてるぞ。頑張れ。ブルマの聖剣杖からのアッパー、そしてエリアルレイブ、繋いでいく、選んで、危ない危ない、あ、カウンター潰して、あー、足払い浮かして、はい、ケリーケリー、扇風機10発入った。でもいい試合ですね。そうですね、うまい。あー、これはスリープラトン、スリープラトンが入る、ブルマ落とし、ブルマ落とし、決めて、決めていく。さすがブルマがある、もちろん、あー、よけた、よけた、よけた、危ない危ない危ない、やっほー、ブロー、最後すごい強引でしたけどね、いいですね、ブルマが勝った、ビブ勝利、お見事、ブルマおしっこ勝利、嬉しくなんかないわよ。ゲームオーバー。さあこれで、なるほど、チキンとレシオ、じゃあいっちゃいますか、はい、チキンレシオお願いします。さあ、チキン、もう一人の有識者、はい、レシオを破れるか、レシオは足を、チキンは指を負傷していると。さあ、ワンピガはチキン、ツーピガはレシオ、今ミカドは空前の骨折ブームとなっておりましてですね、そのピニオンリーダーであるチキンとレシオの勝負となっておりますね。いやー、ガチでしたみたいなね。さあ、試合だ、第一戦、ワンピガはチキンロイ、スーピーガはワイルドダイゴ、レシオ、さあどっちが骨折王か決めてくれ、投げていく、まずレシオ、骨折王、さあバスターウルフからジャンプキック狙っていくが、ワイルドダイゴ後ろに下がる、バンナクル、オキ攻め、ワンバン固めていくのはチキン。さあ、指の負傷が気になるところですが大丈夫でしょうか。それに対して足を負傷しているレシオ、アッパー、さあ差し合い、体力リーダーチキン、さあマウントパンチ、さあ
定なんかな。カウンター、いやー中盤で返していく、ユーリフレームをよく知っているな、素晴らしい。レシオさらに掴んでワンパン、さあロイ体力が減ってきているか、友情使っていくが当たらない、ジャンプキック上り下りと出していく、クガ、あーチャージからのパワーチャージ、サバ昇竜レッパー生きてるか、あれでしょダメだ、一歩接しきん、どんな煽りだよ、どんな煽りだよ、いや面白いですね。まあ、レシオ君がねどうやって骨折したかはね、ミカドジ現場でしっかりお伝えしたいかなと思っておりますけれどもね、まあ、オプションのね、プレーがねちょっと時間がないということでね、いろいろあったんでしょうね。ああこれはさあ鳴沢ゆい18号じゃあ手前で試合の方お願いします。さあ足の痛みが響いているか、体力8割持ってかれたが、下段からワンツースリー4とつないで完全燃焼アタック、蹴り蹴り、さあ飛ばしていく、置き攻め、この置き攻めにかけたい、下段、いやーガード落ち着いてよく見ていく、様子を見ていくのはチキン、ロイ投げ捨てる、置き攻め、下段から連続技が入る、バッチリフルコン当てちゃいました。さあ体力逆転、あー当たんない、裏から行ったか、これ行ったか、おーめーやる、レシオ一本取り返す、指折れろ、どんな煽りだよ。さあここでレシオが出してくるな、メロリン級となってますが、さあゲーダーパーチがメロリン級って分かるやつ一本か、まあいいや、おっとバタシー完全燃焼アタック、かくはんバッサーウルフ当てていく、さあ差し合いパッパンからロイ、非常に動きが速い、投げバックステップで受けていくのレシオ、メロリン級バナクの隙にタックル、あー足を取る、これでレシオは足を折った、あーこれはまずい、バッサーウルフからのお攻め、裏に回って避けていく、さあ差し合い体力有利なのは、あーリストクラッチスプレックス、勝ったのはチキン、最後に煽り死体蹴り、有識者2人とも死亡ということでありがとうございました。つらい、慎吾くんと菊蔵くんお願いします。優しさがない、優しさがないですねあいつはガチですよ、もう指折れてください、嘘です、魂の一打でね、そうです、突き指してやっつきくんですからね、俺は仕事終わりだボキーみたいなエッターをよっしゃーつばきーそういう風に仕事してるって考えると面白いんですけどワンピーガーシンゴツンピーガーキクゾーシンゴを倒せばキクゾー君には3ポイント入ります。あ、そうだそうです、さあ青夏くんは今日いないんですね、いないですね青夏対黄色い日向、さあブルマかパンチラか、ここでもブルマかパンチラか問題が出てくるわけですね。そうですね、まあアナスさんのねツイートこの後皆さん楽しみにしてください。そうですね、次のツイート絶対うわー出過ごしたーす死ねたよ、知らねえお前ほどどうでもいいやつ起きろ起きろ寝てじゃねこんな感じになってます。あれ強いとシンゴ逆転あるのか、はいはい、おそこそこいいかもですね、おっとパンツをしっかり見せていく、なんでもできる、なんでもできますね、切れ足ができればなんでもできる、あうまい、うまい、浮かして、さあケリーパンチ、さあおいおいおい、危ない危ない、さあ一旦距離を取って、おしゃれうまいですね、やっぱ差し合いもうまいですね、さあ距離を、あ、ここに近寄って、あーあーあーおおなんそれ新しいなそれ新しい下をくぐっていく、さあ下段から日向のチクチクと差し合う、これは差し込んだ、返せるか、この返されたまさか成功、危ない危ない、さあ両者ともにいい勝負、下段から連続技しっかり決めていく、6発まだ残るよ、あーワンツーこれ重要、投げすからした
あるのか、シンゴ。あるのか。あるのか。あるのか。ああ優しい。優しさ。からの。壊し笑い。優しさに包まれたなら。今優しさでしたね。完全に、ま、やめえな、どうしよう。マイクを見ていいや。決まらねえ。決まらねえ。あれっつって。まあでも違うぞ、振り回した小足がね、ビビって決まりましたからね。よかったよかった。さあ、ワンツー浮かしていく。先ほどとは違うフルコンを見せたいところ。さあ、3ポイントはくれてやらぬ。バリボー当てていく。さあ、もう青夏さんの衣装ついで、ね、そうですね、青い夏を使ってるわけですからね。まあ、フォローしてないみたいです。そうなんですね。さあ、さあ、ブルマか、それとも静香ちゃんか、どうなんだ。さあ、ここ前からノーズパコン。あー、できる。できる、さすが。18、19、20、さらに、繋がっていく。おいちょ。ブルコン、しっかり決めていく。ユリカ。あー、それはまずい。あー、それはまずい。見てから根性カウンター余裕でしたと。ばかりのエリアル。さっきも見ました。もう一回切るよ。あ、すいません。あ、ごめんなさいね。いや、でもさっきシンゴさんがね、シンゴはギリギリで勝ちました。あの、壊し擦ってね、最後壊し骨折ですね。 すげー擦ってました。あれ多分骨折バッターなし。危ない危ない危ない。置き攻め。あーうまい。シンゴここからいけるのか、あるのか。先ほどは非常に優しさがね、会場に。あーまたも優しさで会場が。いや、まだ分かんない、まだ分かんない、まだ分かんない。追いついた、追いついたぞ。まず、ガードして、あっ、やっちゃったー。4発、5発、6発、7発、8発。これで 1-1。 菊蔵選手はこういうところでやっぱ上手いですね。そうですね、こういうとこ容赦ないです。容赦ないさあ、先ほど、キャラクターを変えてロベルト。バレーボールか、それともサッカーか。あこれは、シンゴ深見せ。あシンゴさん、落ち着いて、アルティメットアドバイス。アルティメットアドバイス、来ました、ね、落ち着けレシピがわからない。大丈夫大丈夫大丈夫。あのパパパッとやって、味のホールド、味のホールド入れとけば大丈夫だみたいな。何の話。とりあえずはアスコストでしとけば大丈夫です。壊しコストが平気だみたいな。あーさま。おお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 お。大成功。ああ、終わっちゃいましたね。危ない。ダメだ。ダメだった。さあ、菊蔵さん3ポイントゲット、おめでとうございます。さあ、順調。微分さんと白松くん、じゃあお願いします。じゃあ18号馬場くん、手前で試合の方お願いします。ああ、微分さんの弱キャラ使いとしてね、頑張ってほしいですけど、相手は白松さんということでね。さあ、ここも気の抜けない戦いが続く。おお、一番にブルマを出した。一番にブルマ、これ何か作戦があったかもしれない。やっぱりあれ譲れなかった。譲れないですね。あー、白松お前おおどっちのブルマが強いのか、これ馬鹿野郎、ブルマと言ったら俺だよと。これはブルマ愛が強いやつが決まる。ブルマをかぶった方が勝ちますね。ブルマ王が今決まる。ブルマ王が決まる。赤い、ジャージ、黒いブルマ、ビブンさん、青いジャージ、緑のブルマ、白松さんとなっておりますが俺の方がフェチードは上だと。いや、やっぱりね、俺のブルマの方が愛が勝ってると。これ2ラウンド目もブルマでいったらもう本当のブルマですね。ブルマしか出てこないってことですもんね。この勝負ブルマが勝つわってやつですよね。あ、今日眠ったらあーブルマーってブルマしか出てこないっつってブルマしか出てこないのか。さあ、まずは連携決めていく。リムさん、うまいうまい。あ、シマツさん、シマツさん、シマツさん、死にますよ、死にますよ。シマツさん頑張ってください、頑張ってください。あーあーガードした当たってるのに途中で止めるヤトシさん、優しさです。大丈夫ですか。あ、ここは体を入れ替えていく。さあ、飛びが通った。まあ、もうまた飛び込みたいですね。まあ、もう日本全国のブルマフェチの人はね、今日これからね、味方に来てね、そうですね、ブルマで対決すればいいんですよ。そうですね、ブルマで
もうこれはこのキャラ使えないともうブルマネージャー語れませんから、ね、語れませんからね。もうそんなこと、もうそうです、新商法の問題ですから。そうなんですよ。よくあの昔のエロビデオでさ、ブルマだ、ブルマものだっていう感じのジャケットでさ、はい、見てるとすぐ脱がしちゃうやつ。あ、もうダメ。あ、もうでも分かってない。ダメ。あ、そうね、もうお話しない。普通の裸じゃねえかって。そうそうそう。で、なんかね、ずらしで、あ、いや。それでお前足折ったのか。さあ、さあ、音一本強い、ブルマ一本強い。2回決まった。あれ、正解。ああ、違う。正解が決まる。ブルマ正解決まる。ブルマピオリ。ブルマピオリ。ブルマ体育座り。ブルマ喜びとなっておりますが、これで一本選手シナツ。さあ、誰出すんだ。ああ、裏切り。あ、いや、ブルマだ。いや、裏切らない。裏切らない。いいですね。みんな期待を裏切らない。期待を裏切らないですね。これで勝った方が本当のブルマ選手ですから。そうですね。さあ、ブルマのクロスボンバーが決まる。まあでも、ビブンさんの方はあれですかね、ブルマおしっこですかね。ブルマおしっこです。ブルマおしっこ。汚れてないとダメ。シミがついちゃう。汚れてないとブルマ、あれダメです。ビブンさん汚れてない。ダメ。あ、まあ、まあ、なんだ今、変な取り方したぞ。あ、まあ、から。あんと投げすかった。手剣から、サンダ、昔行く、連続技。あ、おい、ここは仕切り直して、スライディング、すぐに下段を買っていく。あ、これは、惜しい。あ、ブルマ我慢ですね。ブルマ我慢。ブルマ我慢。おしっこを我慢しましたね。我慢しましたね、今。もうちょっとね、あれ、多分ビブンさん見たかっただけですね。うひょーっ、うひょーっ。あっ、あー、あー、これはブルマアッパーからのブルマ落とし。来ました、ブルマ落とした。ずらせずらせずらせ。さあ、落ちる友情。さあ、つぶろ、つぶろ、当たって。ブルマクロスボンバー。さあ、ビブンさん一発圏内だよ。ゴー、死んだ。やったな、白松。ブルマ王は今、白松に決定しました。おめでとう、おめでとう。あ、来年のね、モイジャス大会はぜひブルマをかぶって、ブルマで、ね、ブルマをかぶって山手線に乗ってきてください。で、準決勝第1試合、チキン対菊蔵、じゃあお願いします。さあ、チキンさんは今日は菊蔵選手も破ったら大変なことになってしまいますね。モエジャス界が崩壊する一歩手前まで来ている。1P がチキン、2P が菊蔵、お願いします。さあ、まあ菊蔵さんもね、ガチ勢なんでね、どんなメモリが早いね、早いね。もう迷いがなかったね、今ね。いいですよ、ガチャガチャガチャピーンみたいな。いいですよ、もっとやれ、もっとやれ。第1戦、さあ、ゲイザー放っていく。投げはジャンプで避けていく。菊蔵、ここはしっかりか。あー、チャージ、チャージ。さあ、安くても5割、ロールレパー、安くて5割、ロイの火力、5割、6割、当たり前、当たり前。ゲダンバッカードして、お前、あー、それはしっかり途中からも連携を仕込んでいく。一方選手、シン、もう一回だ。第2戦、始めるやばいですね、燃えちゃうぜ。ちょっとまたは勘弁してあげてください。全滅、全滅の可能性が。あー、それはまずいぞ。安くて5割ですよ。あっと、さあ、処理レパー。7割。7割いきました。お見せ目。ナイスガード。引くぞ。ここはバカして、ロキック。さあ、サッカーはテリー・ボガードを超えることができるか。はい、はい、はい。からの、投げ。さらに。やって、サバ。危ない、おー、おー、生で決めましたね。さあ、もう一回。さあ、さらに、さらに、さらに、ほら、逃げていく。あー、逃げましたね。あれで殺したかったですけど、ね、あー、危ない、あー、これはカウンター、ナイスガード。あー、死んだ、死んだか、これ。あー、よけた、おー、危ない、あっ、裏逃げて、あっ、から。さあ、まあ、昇竜連覇、チキン昇竜見事。いやー、これでチキン決勝進出、おめでとう。え、白松くんと18号選手、お願いします。あー、まあロイが強いのは変わりないですね。まあ他のキャラ対抗しようと思えばできますけど、はいはいはい、基本的にはやっぱりロイと強子が強いゲームなんでね。まあその辺をしっかり2キャラ入ってるチキンさん、さすがだ。ロイゲーです、ロイゲーです。さあ、18号選手はポリゴン格ゲー、レイヤー、何でもうまい、プラス、まあ何でもうまい18号選手、白松選手に勝てるか。
もちろん選ぶのはロイ。なんでどうなってんのこの決戦、ロイしかいねえぞ。まあ、ミカド勢といえばね、あの強い行動を擦ってくるらしいんでね、強い行動を擦るプロがミカド勢と。いやちょっとね、私があんなことしたばっかりにこんな感じで。ロイがまずはバーツのマウントパンチ入っていく。いい動き攻め浮かして、シラマツくんの連続技がしっかり入る。シュー一発、さあスライディング、さあタフが冴えている。シラマツ、ハドケン、ロイはでも一発がそうですね。もうこんなの大したことないですよ。必要経費ですね。ああもうマンコンボでこれ返せますから。あとスープレックス投げ捨てていく。これで追い抜きますから。追い抜きますよ。フルコンボで追い抜きます。ああ違う、優しさに包まれた。さあここでガード。優しかったけど次は優しくないのか。昇竜連覇、生きてるか。まだ生きてる。まだ生きてる。3回読み上げてこれですからね。あ3回じゃんけんをマシュで失敗すると、読み上げたらもう死亡ですからね。犬というゲームになってますか。あ、止まらずもうリンチのあるキャラ出してきましたね。あすごいですね。これしかねえみたいな。そうこれしかねえ、壊しこするしかねえです。壊しこするしかねえ。さあ完全燃焼タック、しっかり腕立てを誘ってケツバット。まあこのキャラも3回読み方分かれますからね。なるほど、いいキャラ。あー2回目、2回目。さあ11号が上げ立て、あと1回読み勝手も分かってますから。あ、ゲージがない、ゲージがない、ゲージがない、ゲージ回復、はい。うわぁ3回で終わります。いいゲーム、いいゲーム、1時、あ、でもしかし島田さんゲージがないんでね、これね、ちょっとね、ちょっと次のラウンドやばいですね。そうですね、やばいですね。18号さんもう5本あるんでね、5本あるんでね、相当危険な匂いがありますが、どっからでもいけるぞと、どっからでも露骨に立ちろうを振りまくる島田さんですね。そうですね。さあゲージ溜まった、ゲージ溜まったよ。あ、溜まってた。さあ腕立て、はいはい、まずはファーストアタック、はい、白松取っていく。あ、正常回復、また、はい、また回復しますね。あ、でもまだ溜まってないですからね。あ、危ない。でも18号選手はこれワンコンボで追いつけますからね。追いつけますからね、ここから。さあ距離を取って様子見、このジリジリした読み上がれ、お願いします。いいところですけど、あまだ生きてるか。そうですね、まだ2回目ですからね。まだ生きてます。あと1回です、あと1回です、あと1回です。あーゲイさん、あぶねー、よくアウトした。いやもう危ない、バナクルガロッツ、あーちょっと3回、結局3回じゃねえかよ。結局3回、計6回勝ったの走らます。トリックは取れ、トリック。いやースーパーストリートファイターカーニバル第12戦、燃えろジャスティスカーベイ大会決勝戦始めたいと思います。よーす。じゃあチキン、白松くん、試合の方お願いします。白松くんこれはちょっと責任重大です。そうですね、白松くん責任重大です。これチキン勝たせちゃうとまたこの惑星が滅びてしまう可能性がある。そうですね、またモイジャス惑星がついに、そうですね、シリーズに格下げされる可能性があるので注意してください。さあ迷いもなくロイ、いやきっとグラさんが止めてくれて、あれグラさん、グラ、あれすでに死んでいる。赤い線が一本も入ってないから、あれグラ早いな、死ぬの。頑張って、頑張って。あいつは、かましてないじゃん、あいつは。あ、さっきの一緒どこ行った。変えた。そう言ってるお前の方がやべえじゃねえかよ。結局この組み合わせじゃねえか。結局もう最強の組み合わせですね。燃えジャス、惑星燃えるジャスティス学園滅ぼすのか。ファーストアタックチキンが取っていく。あーやめてー、はい、6割減らしますよ。勝利連覇今テリー・ボガードが勝利連覇を持って帰って2回読み勝って、あーそうだ、うまい、あ、あまだありますよ、まだありますよ、あと2回決めればいいですね。そうですね、チキンさんはあと1回読み勝ってば勝ってる。あと2回、あと2回です。あ、もう簡単なじゃんけんです。簡単なじゃんけん、簡単なじゃんけん、てかじゃんけんでやると思います。あー見せますね。2回、あと1回ずつです。あと1回ずつだよ。あのグリコとかチオコレートとかないですか。ないです、ないです、ないです。あ、ジャンプ、あおぉ、あぶねぇ、どこで差し込まれるか、壊しい、ナイスガード、チキン、あぉそれは、ガード、あぁ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 、白松、3回読み勝った。あと1回のところから3回読み勝ちましたよ。すごいですね。いやこういうゲームです。これは残ゼロからね、クリアするよみたいな。復活まであった、復活まで。さあ落とせないぞチキン、大丈夫か。2ラウンド目、優勝リーチは白松、あーあとファーストアタック取っていく。
ゲイザクからのあー恨まれここは優しかった。あー結局当たる結局当たる結局当たる あ結局当たんなかった。そこがハヤト、ハヤト当たり判明が薄いけどこれはあーできる。あー優しさにつられましたね今一瞬。あもう4回読み分けてるけど今チャンスです。あー1回目ザンゼロからまたあるかもしれません。そうザンゼロあと1回読み分けたら勝ちですからね。あと1回ですよ。あと2回チキンさん。あーすらあーあーこれは止めてラトンか止めて止めて。あさすがの黒タイツ11やばい手以上のままあ俺はあの股間にパンチ入れるのやってくれませんかね。股間パンチ股間パンチしかもオーラつけてる。ああ最悪オーラ股間パンチオーラ股間パンチオーラ力を見たことオーラ股間パンチ覗いてごらんバイソンノエル覗ってます覗き覗きやな骨折まであるぞと。あーあこのあーっとおーっと危ない危ない。あーあーゲージは両方さんとも十分ですかね。今カテルチキンさん踊らされましたね。踊らされましたね。あれは読めない俺も。白松あと1回あと1回あと1回読め方はチキンはあと2回ぐらいかな。チキンさんはあと2回ですね。あと2回ぐらいかな。どういうゲームだ。あー1回目チキンが取った。あー優しかった。あと2回になりました。あと2回になりました。あと2回あと2回まだあと2回。うわあそれはやだろうわチャージしかしまだあと1回あと1回あと1回両者ともにあと1回ですね。あと1回ですよ。壊しかジャックパンチか壊しかジャックパンチかジャどっちだ。うわあ危ねえナイスかチキンが読み勝った優勝チキン。うわあおめでとう。負けになったやつは。いやすごいゲームだね。もう行き着くところまで行きましたね。行ってましたね。よし、放送席、放送席、ヒロインタビュー。いいよ、レシオくんマイク。あ。はい、じゃあ優勝したチキン選手でーす。はい、どうもでーす。優勝おめでとうございます。すごいですね。はい、どうもでーす。燃えジャスで、全殺し。いやなんかね、今まで燃えジャス、仮面だ、うんぬんかんだあのチンパンジー、うんぬんかんだチンパンねえ、あんなやつに負けるわけないじゃないですか。まあ迷いはなかったね。まあそうですね、まあ結果が良かったですね。最後のやっぱ白松戦、あれすごい良かったですね。いやあれはもうお互いグダグダでしたね。なるほどなるほど、良かったですグダグダの中で拾っていく、はい勝ちのある勝利というような感じで。とりあえず指痛いっすね。あ、そうですね。月指は大丈夫か。まあ、そうですね。いやなんか朝一にすげえムカつく上司からメール来てて、ええ、気合い入れてそのボタンを押してたら、はいはいはい、うんあっうんなるほど、あんだよあみたいな。まあしょうがないです。まあゲームやれないほどではないと。ないね、あ、なるほどね。じゃあレシオ君とは違いますね。はい、歩行困難になってましたからね、あいつね。まあこいつどうせあのブルマの風俗行っただけでしょ。3万払って骨折して。3万払って。まず、あ、ね、3万払って骨折する羽目になった。何をやってるんだよっていうね。ベッド血だらけみたいな。ベッド血だらけ。何やったら血だらけなんだよみたいな。いや非常に熱い試合で ございましたけれども。ね、三国演武やってれば、はい、モエジャスも勝てると。いう感じですかね、じゃあね。いや、あの、モエジャスよりも三国演武の方が面白いんで、皆さんやりましょう。はい。くそー。三国演武の方が面白いです。なるほど、ね。はい。分かった。じゃあ、チキン、あの、いっぱい見てくれてるファンの人に、じゃあ最後にメッセージお願いします。ちょっと前回、三国演武の神に愛されてると思ってランダムで出て、仮面に負けたんですけども、もう一回リベンジするチャンスが10月にあるんで、はい、またちょっとそこで、見ててください。はい、わかりました、はい、頑張ります。はい、じゃあ何の宣伝してるかよくわかんないけど、燃えジャス大会優勝したチキンに大きな拍手を、はい、優勝目と。みんな燃えジャスもやってね。みんな骨折しようね。骨折今骨折両巨頭でしたからね。いやチキン強かったな。ブレないね。これはあれですね、燃えジャスで今度だから容赦しないようにちょっとね、次から本気であいつに包囲網をねやっていきたいと思います。仕掛けていただければなと思いますけどね。まあ燃えジャスはね、今後とも、定期的に大会またやっていきたいと思うんでね、あのストリートファイターカーニバル関係なしにね、はい、どんどん盛り上げていければなと思っております。はい、というわけでスーパーストリートファイターカーニバル12月16日まで、いろんなゲームで、ポイントランキングを競い合う、変則ランキングバトルになっております。次回の開催予定は明日ですかね。
明日 KOF98 8時エントリー開始で KOF98 これは慎吾君前回大会優勝者として3ポイントくれてやるわけにはいかない、ね、昨日も相当微分さんを倒して仕上げてましたからね。なるほどね、微分さんもやっぱ上手いんだね何やってもね。水曜日は、帝事件簿のためお休みなので、木曜日はポリサム、金曜日は新サムと、また12月16日までねどんどん続いていくんでね、とりあえずは10月やっと1ヶ月終わったんで、あ、そうですね、今日最終日ですね。ご参加ね、多数のご参加誠にありがとうございました。あと2ヶ月、はい、1ヶ月半、駆け抜けたいと思いますんでどうかよろしくお願いいたします。というわけで、月曜日だというのにハロウィンだというのに浮かれずに萌え出す大会20人以上集まってくれてね本当にありがとうございました。スーパーストリートファイターカーニバル第12戦萌えろジャスティス学園大会以上終了、ありがとうございました。ありがとうございました。何がハロウィンだ。あれ 98UM って入ってなかったっけ。入ってるらしいよ 98UM。 あー来週の火曜日